奥川雅也は、滋賀県高架市出身のサッカー選手。ブンデスリーガアルミニアビーレフェルト所属。ポジションは、FW、MF。京都産が FC のアカデミーの出身。2014年4月に西登録選手として、トップチームに登録され、同年9月に2015年より、トップチームに昇格することが発表された。2015年6月。 オーストリア・ブンデスリーガのレッドブル・ザルツブルクへ完全移籍することが発表された。6月24日、オーストリア・アステリーガでザルツブルクのセカンドチームにあたる FC ・リーフェリングに期限付きで移籍することが発表された。8月28日、第7節の SC ・アウストリアル・ステナウ戦で移籍後初得点。2017年6月にオーストリア・ブンデスリーガの SV マッテルスブルクへ期限付き移籍することが発表された。8月6日、第3節の SK シュトゥルムグラーツ戦で移籍後初出場を果たした。11月5日、FK アウストリアウィーン戦で途中出場から今季初得点を決めた。2018年8月31日、ドイツ2部のホルシュタイン・キールに期限付き移籍。2月23日、 第23節の VFL 防風無線で遺跡後初得点を決めて勝利に貢献した。2019年5月29日、レッドブルザルツブルクへの復帰が決まったと報じられた。7月26日、開幕戦となる SK ラピードウィーン戦で途中出場からゴールを決め、続く第2節の SV マッテルスブルク戦でも南野匠と共に開幕から2試合連続となる。 ゴールを決めた。2020年11月3日、UEFA チャンピオンズリーグ第3節のバイエルンミュンヘン戦では CL 初ゴールを決めた。2021年1月31日、アルミニアビーレフェルトに買取オプション付きのローン遺跡で加入したことが発表された。3月14日、第25節のレバー空前戦で遺跡後初ゴールを決めて勝利に貢献した。 6月24日にはビーレフェルトへの完全移籍が決まり、2024年までの契約を締結した。2020年11月、森安はじめ代表監督によって A 代表に初めて招集を受ける。しかし、所属クラブで新型コロナウイルスのクラスターが発生したため、招集は取り消された。ドリブル及び左右両足からの正確なプレースキックが特徴であり、 ブラジル代表のネイマールに似たそのプレイスタイルは、ことのネイマールと称されている。その他の公式戦。ありがとうございます。